奈良県は関西地方の東部にある人口約130万人、2022年6月現在の県です。この動画は奈良県立民族博物館、奈良市立資料保存館、奈良町資料館、奈良国立博物館、平城宮跡遺構展示館、平城宮跡資料館の展示などを参考にして作成しました。約2万5千年前、人が居住し石器を生産していました。その痕跡が生駒郡三郷町瀬谷峰の境遺跡から発掘されています。約2000年前、大規模な農耕集落が誕生しました。稲作に適した地に村ができていたと考えられています。350年頃、奈良盆地北部に大きな前方後円墳が作られました。538年、仏教が朝鮮半島の百済より伝わりました。607年、法隆寺が建立されました。聖徳太子が小野妹子を隋に派遣しました。611年、日本書紀に推古天皇が宇陀地方で薬狩りをされたという記述があります。奈良は薬作りが盛んな地域となりました。645年から650年、中大兄皇子と中富の鎌足が大化の改新の政治改革を行いました。これにより豪族を中心とした政治から天皇中心の政治へと移り変わっていきます。663年、白すきの絵の戦いで百済和軍が唐新羅連合軍と戦いましたが敗れました。これにより唐との友好関係樹立が模索されるとともに、国家体制を整備改革して律令国家の建設が急いで進み、和国は日本へ国号を変えました。672年、天智天皇の没後の皇位継承をめぐり、古代最大の内乱である壬申の乱が勃発しました。旧豪族が没落し、律令体制が天皇の権威の強大化のもとに整備されました。694年、それまで飛鳥、橿原、桜井、何は、大津などを転々としていた都が藤原京に移されました。この頃は現在の大阪平野には河内湖があり、奈良盆地は大和川を使って船の往来が便利だったためと言われています。708年、平城遷都を発表。日本で最初の流通貨幣と言われる和同開法が発行されました。710年、藤原京から平城京へ遷都されました。唐の都長安をモデルとして、道路幅や広さも全て2分の1のサイズで作られました。最盛期の人口は約10万人にもなり、唐をはじめ渤海新羅などからの来訪もありました。729年、長屋王の変が起こりました。藤原不比等の息子4兄弟で長屋王を自殺に追い込んだ後に、自分たちが権力基盤を勝ち取りました。730年、薬師寺唐と興福寺五重の塔が建立されました。737年、天然痘が大流行し、政治の実権を握っていた藤原4兄弟が同じ年に亡くなりました。長屋王を自殺に追い込んだたたりではないかと噂されました。742年から745年、742年に信楽の宮へ遷都、744年に浪速の宮へ遷都、745年に平城京に再遷都されました。752年、東大寺大仏の開眼供養が行われました。当時は大仏殿の東西に70の塔が2つあり、大仏殿は現在の約 1.5 倍の大きさでした。753年、唐より鑑真が来日しました。鑑真は僧が守るべき仏教の大切な決まりである戒律を伝えました。また、豆腐や味噌、漢方薬なども鑑真が日本に伝えたと言われています。784年から794年、784年に長岡京、794年に平安京に遷都されました。都は移りましたが、初代寺がそのまま残り、奈良は社寺の町として新しい歴史を歩むことになりました。810年、平城天皇が平城遷都を計画しましたが失敗しました。このあと平城京跡は約1000年もの間田畑になりました。855年大地震で大仏の頭部が落下しましたが、新如保新王によって修復されました。1180年、平重衡が南都を攻め、焼き討ちにあって、大仏殿は焼け落ち、奈良は全滅に近い打撃を受けました。1190年、東大寺の大仏殿が再建されました。東大寺、興福寺の再建もなって、奈良の町は見事に復興しました。1337年、
後醍醐天皇が吉野に入り南北朝時代となりました。1338年、金武千字の仁王門に金剛力士立像が作られました。寺院が大きな力を持っていたことがわかります。1392年、南北朝合一で朝廷の分裂状態が終了しました。1567年、東大寺大仏殿が戦火で焼失しました。このあと約120年もの間、大仏は木造銅板張りの仮の頭部を乗せた状態で雨ざらしのままだったと言われています。1580年、豊臣秀吉の弟の秀長が郡山城を築城し、大和、泉、紀伊の3カ国100万石の大名となりました。1613年、平城下京周辺が江戸幕府直轄となり奈良奉行所が設置されました。1660年頃、全国で城下町の造営によって木材の需要が高まり、吉野地域での林業が盛んになりました。1692年、東大寺大仏が再建されました。1854年、安政大地震で大きな被害が出ました。1868年、奈良奉行を廃止し、興福寺が調整にあたり、大和鎮武総督府奈良府が置かれました。翌年に奈良県に改称されました。1871年から1887年、大和国15県を廃止して大和一国を管轄する奈良県が誕生しました。しかし1876年に奈良県が廃止されて堺県に合併、さらに1881年に堺県が大阪府に合併し、11年間は大阪府の一部となりました。多くの陳情により1887年に奈良県の再設置が認められました。1890年から1929年、大阪、京都、名古屋を結ぶ鉄道が次々と開業しました。また1918年に日本初のケーブルカーが生駒山で開業、1929年に日本初のロープウェイが吉野山で開業するなど、鉄道が奈良の発展を支えました。1972年、飛鳥村高松塚古墳で彩色壁画が発見されました。この頃から全国を上回るペースで人口が増加し、奈良県の人口は100万人を突破しました。奈良県は2000年以降人口減少になっている中、奈良・新・宮古づくり戦略・政策推進プランなどで新たな街づくりを推進しています。これからの奈良はどのような街になっていくのでしょうか。終わり。